やっぱ自分から動かないと本当に変わんないなっていうふうに思いました。中学校ぐらいからもうスポーツ関係の仕事に就きたいなと思ってたんですけど、いとこが同じこの大学に来てて、でこんな、なんだゼミとかあったよっていうのを聞いて、オープンキャンパスであの模擬授業みたいな感じでそのスポーツ関係の授業を聞いて、ああちょっと面白そうだなと思って入ったのがきっかけですね。健康運動実践指導者っていう資格をこの大学で取れるんですけど、基本的にはその健康運動実践指導者を取るための授業がスポーツ関係の授業全般なので、授業内容はそのスポーツを知る感じのが多いと思います。なんかスポーツの文化であったりとか、基本的な体の仕組みだったりとか、トレーニング系の授業で体の筋肉とかの仕組みを学ぶ三川先生の授業があったんですけど、それとかはすごく面白かったですね。ああなるほどっていう部分もあったりして、例えば筋肉痛とか疲労の回復とかが今まで自分がサッカーやってた中でこう自然と感じ取ってたものが、実際こう勉強するとその感じてたものが合ってたんだなとか、もともと海外にそんな興味はなかったんですけど、その知人が行くっていうのを聞いて、あいいなとか思ってたら、あの一緒に行くとかって言われたから、じゃあ行こうかなと思って行ったんですけど、ローマに入ってフィレンツェに抜けて、で一気にウィーンまで、オーストリアのウィーンまで行って、知り合いがいたのでポーランド行って、ドイツを横断して、ケルンで大聖堂だけ見て、その後アムステルダム行って、でロンドンに行って帰ってきました。ポーランドで普通に街を歩いてたら、小学校低学年ぐらいの男の子に追いかけられて、お金をくれって言って追いかけられたんですけど、すごく悲しい気持ちになって、その現地の知人に聞いたら、ルーマニアからの難民で来てるんだけど、パスポートも何もないからホテルにも泊まれないし、何の保護も受けることはできないっていうのを聞いて、やっぱローマからこう行くと、それぞれの国でこう明らかに問題を抱えているのが目に見えるんですよ。なんか物乞いの人がたくさんいたりだとか、そういうのをなんかちょっとどうにかしたいなって思ったけど、海外のことをどうにかしようって思うんだったら、まあまず国内からだろうと思って、でじゃあちょっと被災地の支援をしたいなと思って、石巻の小淵浜っていう小鹿半島にあるところに一人行って、あのワカメ漁の手伝いをしに行って、朝4時に起きて夕方4時まで働いて、で9時には寝てっていう生活を1週間したんですけど、海外に行ったからこそ、前よりこうアクティブっていうか、自分から動こうっていう風になったかなというふうに思います。将来的にはスポーツこう科学的に分析したりとか、あとはジャーナリストみたいにこう言葉にしてみたりとかっていう、スポーツアナリストのようなものになれたら楽しいかなっていうふうに思っています。この間も三川先生にそのスポーツアナリストみたいなのになりたいんですっていうのを話した時に、たまたまその日そのフェンシングのスタッフの方と食事をするっていうので連れてってもらって、でそこでちょっとお話しさせてもらったりとか、やっぱ自分から動かないと本当に変わんないなっていうふうに思いました。